10月26日、再び鳥頭屋農園を訪問しました。とても素晴らしいネギです。これは玉ねぎですね。私も植えましたからよくわかります。これは、ブロッコリーです。ブロッコリーです。丸ナスですか。うん、うん、夏全然ならなくて丸ナスです。夏ならなかったそうですが、今とても良くなってます。あ、これは何ナスって言ったっけね。これは長ナスですね。これは長ナスです。店のあきちゃんが毎日手入れをしています。それはキャベツですか。ああ、そう、買ったような感じになってて、一つはちょっと嬉しいです。うん、ああ、そうだね、はい、しっかり、うん、とってもいいですね、うん、キャベツって言うんですけど、あのこのくらいのちっちゃいキャベツなんですよ。ああ、でこれがここにコロ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 ってあの、あれ、これ何ですか。芽キャベツです。芽キャベツ、キャベツ、キャベツの本当にこういうちっちゃいキャベツなんですけど、うん、ここにこうやって一個ずつこうやってコロ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 って、それを食べるの。そうなんですよ。この葉っぱは、葉っぱはもうこれは食べないんです。食べられない。はい。ああ、そう、私は初めて見ました。芽キャベツ、あ、そこが一番わかりやすい。あ、なるほど、こう、はい、こうなるんだ。まだ取れない。まだ取れないです。あと3センチぐらい大きくなれば。もう3センチね。そうですね。ほう、6センチぐらい。珍しい野菜ですね、私は初めて。で、あの間引きをしないんですよ、うん、これは大根かと思ったらカブでした、うん、もうこれは収穫時期ですか。はい、収穫できます。はい、シシトウです。これは春からずっと取れているようです。わさび菜だそうです。ちょっと根元見せてくれる。あ、これはあれですか、食べるとちょっと辛いんですか。ちょっと辛いですね、うん、スティック春菊だそうです。葉っぱも食べられるんでしょ。もちろん、葉っぱももちろん、ね、茎を主に食べるんだそうです。これは、これは菜花ですね。菜の花。菜花。菜の花です。菜花っていう。あ、それは花ですか。はい。これ咲いたらあのお浸しにする感じですよね。あ、そうかそうか。これはもっともっと寒くならないと。この花を食べるんだそうです。も、葉っぱももちろん食べられるでしょ。もちろん。はい。ね。これが水菜です。これは白菜です。この白菜は完全に無農薬で育てようとしてやったそうです。ですが小さい頃に虫にやられてしまい、収穫は半分もないようです。残念ながらやはり完全の無農薬は難しいようです。保存大根はできるので、うん、うん、取って保存ってどうするの。これはなんかよくあの、はい、生で吊るっとくの。抜き下に。なんで、そうですね、あの なんで吊るっちゃうと干されちゃうので、うん、あのこういうなんていうのかな、蔵みたいなところに室に入れるの。室にそうそう入れて、室にね、はい、うん、まあ、室はこれ何、これ少しこのままいきなり入れないですよ。少し日陰干しかなんかして、いくらか水分抜いてやるのかな。多分
そうだと。ね。うん。うん。取れたてが一番美味しいんですよ。この野菜の保存の仕方がね、いろいろ難しいような気がするんだけども、でも工夫すればできそうですよね。この葉っぱも食べます？あ、葉っぱは今は捨てちゃってますね。本当は食べれるんですけど。食べられるよね。もちろん。昔はさ、これをさ、大根の葉っぱいっぱいもらってきてさ、はい、ウサギの